はいどうも、皆さん、こんにちはみです。ザ・フォレスト、今回もやっていきますと。今回はですね、この家がね、完成しました、無事に。ここ、階段を作って2階、はい、こんな感じ。壁を作って、まあ、角っこにね、このランプを置いて屋根も作ったと。隙間空いてるけどね。隙間は気にしないでいく。よし。で、こちらに来るとね、階段もね、こんな感じで作りました。もう非常にね、スムーズにこうやって、浜辺の方にね、向かうことができると。いう感じでね。家がもう凄まじいよね、これ。もうこれ、普通にあるよね、こういう家。海岸沿いとかにね。そんな感じで家が、完成したと。で、今回はですね、ちょっと待てよ、リストウォッチ。リストウォッチとか大量にここら辺で手に入るんで、あれ?基盤がないな。よいしょ。今回はその罠を作ったり、あと2階がね、なんもないんで、2階になんかこう置いてね、インテリアをね、インテリアというか収納か、収納をね、作っていこうかなと、思います。いや、非常にアイテム充実してるね、やっぱり。フレアとかもあったの。で、まあ、原住民がめっちゃ来るんで、ここに、これね、これ作ってますね。うん。変異体がね、なかなか来ないんですけど、本当に来るんかね、変異体。これ、上に持ってこう。ちょっと待って、これで階段行けんのかな?行けるか、これ。これ行けてる。どういう行き方してんの、これ。あ、この、これを土台にして、これを、ちょっと待って。バグるな、バグるな。オッケー。ああ!ダメか。もう一回行こう。これね、多分いけると思う。こっからね。こっから、待って、こっち来て、こっからスッとね、こうやって。そう、視点、これを視点にして、もういけねえな、これ。これいけないな。うん。階段があるからね、ほんと、非常にこう、足腰がね、鍛えられる。で、こちら。これね、あの、ドクロ、ランプこれ、置いたんですけど、なぜかこのドクロが置けないっていうバグが発生したんで、隣にもう一個置いてますね。雷来たな、これ。そんなわけなんで、ちょっとドクロもね、もう何個か欲しいんで、どうしようかな。とりあえず、原住民の家がね、あっちの方にあるんで、行ってみましょうか。樹液は ?26 個もゲットできた。で、こっちに来るとね、あの、ソーダとかがある地点がね、発見したんで、原住民いるな。原住民来てるな、これ。矢にしとこう。オッケーオッケーオッケー。来た来た。このもう火をこれつけてればね、もう触れるだけでこうですから、ほんと。ここね。ここで大量にこれ、ソーダも取れるわ。スナックは取れるわ。ちょっと待って。飲めないか、もう。飲めないぐらいあるんで、もう収納が早く欲しいんですよね。で、たまに基板もここら辺にあるんで、爆弾とかも今かなり持ってますね。4つ。あ、まあ、かなりでもないけど4つか。オッケーオッケー。うん。で、こっちの奥の方に来るとね、あの旗のマークを目指していくと、まあ、その途中で原住民ハウスがあるんですよ。ここら辺だったかな。湖があるところですね。あ、ここら辺だ。来た来た、ここ。あそこですね。で、原住民のハウスからも、ま、基板とかね、取れるんでな。なんか今、降ってこなかった。大丈夫。こちらね。で、ここにね、なんとこれ。これ発見しました。この爆弾で、爆破させろと、いうマークのついてる、岩。こちらを破壊しよう。C で置けるな、これ。跳ねろ、跳ねろ、危ない、危ない。おし、こらー。何あんだろ、これ。お、スカルト?こっち。だけ?だけか。あ、スカルあった、スカルあった。スカル回収してこう。スカルいいね。大量にあるぞ。オッケー、オッケー、オッケー。めっちゃスカルあるな、ここ。よしよし。で、ロープもありのね。おー、なんだ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 、あんたら。やめて。喧嘩しないで。
部族間の争いがあるんでしょうかね、ザ・フォレスト今。めっちゃ来てるな。燃やしてあげるよ、ほら。おい、こら。逃げんじゃないよ。逃げんじゃない、こら。おい。どんだけいいんだ、これ。原住民の声がね、普通の人間の声みたいななんかなってるんですよね。アップデートでね。待てよ。肉が欲しいんだ、肉が。オッケーオッケーオッケー。そんで、ウサちゃん欲しい、ウサちゃん。待って。ウサちゃん待って。でもここでね、強化したこの槍。どういった?リザードいた、リザード。ほっ!当たんね。やったやったやった、オッケーオッケー。あれ?持てないな。あー、ここ扉の洞窟かな、ここ。扉の洞窟ではないな。どこだろう、これ。暗い。暗い暗い暗い。なんも見えないもん、これ。洞窟はね、まあまた今度行こうかな。まずはね、その収納をちゃんと揃えて、もう拠点をね、完成させたい。何してんの、あんた。どうした?刺さってるね。立ったまま死んだみたいね。刺さったまま死ぬという。たまま死んでらっしゃるぞ、この方。あ、いい感じのライトだね、これ。いいライトだ、これ。そこにね、ずっと行ってくれればね、夜も明るいから。残しとこう。ちょ、暗くなってきたな、もう帰りましょうか。ウサちゃんが欲しいんだよね。ウサちゃんの皮。それでポーチを作って、ペイントを作って、それで、矢をね、当てる。的っぽい。みたいなのもね、作れるんで、作りたいんですよね。いやーもうここら辺の木もね、ない。完全にもう全部建築の方に行っちゃったから、これ。唯一あそこの樹液をつけてるとこだけですね、残ってるのは。ここら辺ない、ね。うん。原住民が本当にね、大量に来るんで、罠もね、設置していこうかなと。いやーいい家だね、これ。何回見てもいい家だ、これ。で、ちょっとスカルをまた置いとこうか。スカルはね、もうこれ一回作ってすぐに作んないとなんかバグって作れなくなるんで。どっちにしようか。こっちかな。まずいな。枝何本足りてんだ?これ見えないぞ。暗い。ちょっとグラフィック設定で、これ、ここ変えようか。ウォッシュダウト。どれが明るかったんだかな?モダンだったかな?確かね、暗いところでも結構見やすいものがあったんだけど。どれだったかな?デンス。違うな。ブラックバスターだった。これかな?あ、これだね。なんか、すごい家が赤いんだけど。あれ?ちょっと動けない、動けない。重い、動けない、動けない。ちょっと待って。重いし動けない。危ない。枝取ってこう。これだいぶ明るいですよね。うん。これでいこうか。よし、来た。いいね。これもつけとこう。よいしょと。これ作れないのがね、なんか悲しいんだよね。うん。寝ようか、とりあえず。あ、カバードインブルードしてんな、これ。一旦これ、血洗おう。よし。このカバードインブルードって血を被ってると、この感染症だかなんかにかかるということなんですけど、まだかかったことが一回もないっていう。よし、こっちだ。寝れるか。オッケー、寝れた。セーブもしとこう。あれ?固まったぞ、大丈夫か。よし。あー、食料がもう頭と手しかない。これ。どうしよう。水も飲んどこう。うん、もう収納これ作ろうか、早速。収納をね。どこ行った?肉を干すやつ、これ。ドライングラック。これをね、どうしようかな。これここら辺で行くか。
あんまりスペース取んないように壁にめり込ませてもいいんだよね。こんな感じで。うん、これね。これを、まあ、2個欲しいんだけど、とりあえずは1個でいいか。で、あとはあれですね。薬を置くとこ。薬とスナックを置くとこね。あれどこ行った？あったあった。これ。このね、ウェポンラック、あ、エクスプローシブホルダーは作っとこうか。やったら爆弾とか火炎瓶作れるからね、ここにいると。どうしよう、ここら辺でいいかな。ちょ、バグんないで。あっ、危ない危ない。回転させてんのと。ゆっくりね、こんな感じ。もうちょっと回転、オッケー。いいんじゃないこれ。これいいぞ、ちょっと待って。完成形が見えてきたな、これ。ではもう一個作って。本当に爆弾はね、大量に。ね、火炎瓶ももう、これクロスとルーズめっちゃあるんでね。まあ、なくなっても海岸沿いに拾いに行けば。待て、なんで今の。あ、もうこれ持てないか。よし。これとこれと。うん。そんなことって、とりあえずこっちはオッケーかな。メディシン、これ作っていこう。メディシンはこっち側か。こっち側にメディシンで、あっち側はスナックにしようかな。こっち側メディシン。よし。ちょっとめり込ませるぐらいがちょうどいいよね。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、これ。こんな感じで。ちょっとめり込ませて。こんな感じかな。うん。いい感じだ。俺一回作ったらね、壊せないんで。家とかはね、壊せるようになったんですよね、こうやって。家とかは壊せるようになって、こんな修理できると。よし、これがっつりね。丸太6本か、これ結構使うね。あーでもいい感じだ、これ。もう一個置ける。あ、もう2階は完全に収納にするんでね。よし。こう上がってくると、ここにメディシンで、ここに、いや、いいな、これ。めっちゃいいな、これ。快適すぎるな、ちょっと。息子忘れてるな、これ、完全に。こっちを回転させて、もう一寸の狂いものでね、作っていきたい。ほっ。よし。いいね。窓が完全に見えなくなっちゃうけど。まあ、スナックはそこまで量多くもないから、あっち5つ作ったから、こっちどうしようかな。ここに2個で、ここに3つでいいか。よし。窓見えるようにしようかな。どうしよう。窓見えないのはちょっと悲しいよね。ほっ！オッケー。ここに作って、窓。どうしようかな。窓、まあ、ドライングラックの方から見えるから大丈夫かな。4つでいいかな、これ、スナックバーは。スナック置くとこはね、4つでいい。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、これ。ドライングラック足りなくなったら、どうしよう。待って、なんか壊れてない。今なんか壊れてたよね。あ、地面ちょっと壊れてたね。大丈夫か。ドライングラック、ここに、ドライングラックもう1個しとこうか。これ取って、ドライングラックをね。ちょっと待って、X 武器を置くとこ。これをね、武器じゃない、火炎瓶とか置くとこをこっちにつけよう。こっち。ギリギリのライン行こう。ギリギリのラインに攻めてきて。回して。ちゃんと、こっち。ほっ、つ、このショットのズレ。ここか、ここが限界か。まあこれでもいいかな。ドライングラックだね、あとは。ドライングラックを作って。よし、これ。これをね、まあこんな感じかな。なんかちょっとずれてるな。もう一寸の狂いもなくしていきたいからね。こんな感じ。ちょっとめり込ませるぐらいがいいね。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、これ。
8、4、32。丸太が33、34。の、30だから64。めっちゃいる。64本必要。うん。まあ、そんなこんなって。今回はね、2階を作って何？鳥と戯れてたぞ、今。ね。本当に原住民多いな。どうしよう。罠もね、作ってきたけど、それは次回でいいかな。とりあえず64本必要だからね。よし。で、罠作っていこうか。うん。次回はね。で、今回は、2階の収納をね、作ってみたと。いう感じで、ございやした。ご視聴の方、ありがとうございました。次回の動画もお願いいたします。